写真拡大。高校野球岩手大会4回戦大船渡4の2盛岡4、21日岩手県営球場。両和の怪物が大谷に並んだ。阪神などがドラフト1位候補に挙げる最速163キロの大船渡佐々木明望投手、3年が4回戦盛岡4戦で公式戦初の160キロをマークした。エンゼルスの大谷翔平投手、24が花巻東時代に記録して以来、2人目の公式戦160キロを叩き出した右腕は9回に同点とされたが、延長12回に自らが勝ち越しのツーラン。結局延長12回を194球、毎回の21奪三振の熱投で投げ切り、8強へ導いた。ラストボールは134キロの変化球だった。相手のバットが空を切ると、佐々木はほっと一息ついた。200球に迫る熱投のフィナーレは、圧巻の3者連続三振締めだ。負けたら終わりなので、すごいプレッシャーとかあったんですけど、その中で勝ち切ることができた。激戦を制して仲間と共に歌う効果は格別だった。バンド感からか、自然と目から光るものが頬を伝う。応援席への挨拶が終わると、アンダーシャツでこぼれ落ちる涙を拭った。勝った試合で泣くのは初めてだった。9回に最大の危機を迎えた。四球と二塁打で主に、三塁。続く打者に159キロを中堅へ弾き返された。一気に同点とされ、なおも西満塁のピンチ。だが、絶体絶命でも自分の直球を信じた。覚悟は決めて試合に臨んでいかないといけないと思うので、西からこの日30人目の打者に対し、カウント0の2からの3球目、外角への強し速球がミットに吸い込まれた。球場の球速表示は160。判定はボールだったが、4月の U18 ワット杯の高校日本代表一時候補合宿で163キロをマークして以来2度目の大台。くしくも岩手県営野球場は、花巻東大谷翔平、現エンゼルスが12年に同じ球速を記録した場所だ。勝利を決めたのも自らのバットだった。タイブレーク目前の延長12回無視1塁。外角直球を逆らわずに振り抜いた。伸びる打球は右翼ポール際へ吸い込まれる決勝アーチ。この日は大船渡 OB の兄、龍、望さん、20がスタンドで応援。幼い頃のキャッチボールでは自分に負けないように投げている。勝ちに来ていたと弟の気の強さを懐かしそうに明かした。22日の準々決勝は久慈と対戦。連戦にもチーム全員で戦っていけば勝つことができると佐々木。悲願まであと3勝だ。